どうもです、つくもやよ。4月の7日、キャノロクヤは大安、大いに優し、万事やつらかにことが運ぶ、時間は可能へ、鋼鉄なんかを示す、陽の金、花が開いて実を結ぶ状態を示しとる、十二支は立つ、陽の土、草木が和光して伸びていく状態を示しとる、ほんで、この十巻と十二支から、お湯を5号を生むと、土将軍、土の中から金属は生まれる、いうことで、創生、物事が順調に進む、ゆけや、ダイアンで創生ってない演技良さそうやけども、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第よ。ゆるゆると、えひになると、ええね。ほな、またねー。